でまずライオンズに移籍が決まって1ヶ月経ちましたけれども、どうですか？若い選手が多くて、まあ、やっぱり何ですかね、年の近い選手がすごく多いんで、やりやすいかなと思います。そのライオンズに来る前のイメージってどんな感じでした？本当にずっと若い選手が多くいるなっていうイメージがあったんで、まあそうですね、同級生がなかなかホークスだと一軍に一緒にいることがなかったんで、まあ、やっぱり蛭間とか、まあ、今だったら牧野とかがいるんで、まあ、すごく何ですかね、やりやすいなと思います。そんなライオンズにトレードが決まった時の心境ってどうでしたか？まず高校が近いんで、あ、そうですよそうですね。ね、まあ、立川とかだったらありますし、まあ、高校に一番近いなというのは一番最初に思いましたね。同じくソフトバンクから来た甲斐野投手、仲良しなんですよね。そう、同期で1年目、甲斐野さんも寮いたんで、寮でずっと、まあ、ゲームをして、毎日ゲームしてましたね。トレード決まった時、甲斐野投手から何か連絡取ったりしました？言われて当日移動で、その次の日に会ったんで、連絡は逆に松原さんとは取りました、その日に。そうなんですね。もともと親交があった。中学校の時自分が行ってたバッティングセンターが一緒で、松そう原なんですさんか。と、で毎年オフ行くんですけど、毎年会うんで、親交はありました。続いて野球について聞いていきたいんですけれども、1ヶ月前からライオンズのユニフォームを着てプレーされてると思うんですけれども、1ヶ月振り返ってみていかがですか？打点はまあ上げれたかなと思うんですけど、やっぱりランナーがいない場面での打率だったり、まあ、その辺がまだまだ物足りないので、もっとチャンスメイクだったり、そういうのを頑張っていきたいなと思います。非常に勝負強いイメージがあるんですけれども、何か意識されてることとかってあったりするんですか？得点圏の方が僕たちはチャンスで、向こうはピンチなんで、僕たちの方が有利だと思ってるんで、やっぱ攻めてる側は何て言うんですかね、まあその相手のピッチャーの投げてくる球だったり、まあ、そういうのは読みやすいなと思うんで、そういうところは意識して打席に立ってますね。もうホームランも出たじゃないですか。その辺ご自身でどうですか？そうですね、まあやっぱり古巣だったんで燃えるものは当然ありましたそうでし、すよね。キャッチャーの海野さんともゲーム仲間なんで、その甲斐野さん、海野さん、僕とかでやってたんで、まあそこはしっかりと先制のホームラン打ってて、まあすごく嬉しかったですね。やっぱりその古巣からのヒットだったりホームランっていうのはちょっと違うものですか？もう今までベルーナドーム来た時は一塁側に座っていて、まあ何て言うんですかね、西武の応援ってすごい大きくて、いや何て言うんですかね、相手からしたら結構嫌な感じがするんですけど、それが味方に変わるんで、すごく何て言うんですかね、応援が本当に大きくてかっこいいんで、僕的にはすごく何て言うんですかね、やりやすいというか、ライオンズファンの方は温かいなと思います。じゃあ結構しっかり聞こえてます？だいぶ聞こえます。ファンの方嬉しいですね。だいぶ聞こえるんで、もっとお願いします。もっとお願いします。改めて野村選手のアピールポイント。打撃が一番だと思ってるんで、まあ、今のところ打率が本当に上がってないんで、まあ、勝負強さを残しつつチャンスメイクもできるようなバッターになっていきたいなと思います。このお話聞いていいかわからないんですけれども、ベースの 話があったじゃないですか。だからそれってなんかチームメイトとか、だけどなんかエピソードとかってあったりします？栗山さんに倍返しで打ち返してやれって言われたんで、次の日絶対打ってやろうと思って、次の日1打席目凡退して、2打席目チャンスで回ってきたんで、絶対打ってやろうと思って打てたんで、まあ、ベースを強く踏みました。いや、それを見ていてすごく感じましたけれども、でもそれがあったからこそ次の日力強く。そうですね、まあ、あれがあったからホームランも出たと思いますし、そこからも打てたかなと思うので、まあなかったことにしたいですけど、まああってよかったかなと思える1年にしたいですね。最後にライオンズファンの皆様にメッセージをお願いします。ライオンズファンの皆さん、野村大樹です。今後も、試合は続くので、温かい応援よろしくお願いします。あと暑いので、熱中症にはベルーナドームに来る際はお気をつけて来てください。よろしくお願いします。